心の模式図。自我と認識の関係をもう少しわかりやすく、図にして説明しよう。大抵の人間は以下の図のようなものとして、自我と認識を位置づけておる。自我を自分として、それを基盤として認識があり、認識をもとにして感情や思考などがある。もちろん、このように考えていない、感じていないというものもおるであろう。感覚が全てだとか、感情が自分とか、思考が己であると思うものもおるであろう。そのようなものも、よく自らの心を吟味して観察すれば、それらはやはり認識が基盤であり、さらに自我によってあるものであると、認識しておると要約することができる。この一般的な図式は荒屋式の作用によって、誤って認識されたものであり、誠の模式図は以下のようなものになる。荒屋式である認識から自我が生成し、感情、感覚などからの刺激によって起きた自我が、それらに投射されている。自我は荒屋式に蓄えられた言葉とイメージであり、感情、感覚などに依存して生起されるものなのじゃ。この誠の模式図を見れば、自我が我であり、感情、感覚などが我が物という誤謬が過ちであるというのがわかるであろう。それらは荒屋式によって誤って認識された、自我とその対象に過ぎないのじゃ。これらの図をよく見て理解すれば、我という思い、我が物という思いへの執着を離れられるじゃろう。自我を我であるという思い、対象を我が物という思いであるが剣、が真剣などを離れ、自我の壊滅を恐れることなく、修行に励むのじゃ。